い、それでは朝10時ちょっと前に離陸しましたんで、ちょっとお知らせしておきますね。最初の N がここにできてますよね。こういうふうに N が来て、この N が突き抜けてズバーンといったよってとこでしたね。で、2つ目の N が連続するところ、ここが一つの線でこう来て、現在ね、ここまで伸びたよって、もう綺麗な N ができました。で、初心者の方はこの辺で入っていただいて、まあ、この幅をね10ピップソード取るみたいな形がうまくいったと思うし、中級者の方はこの辺からね、ここが跳ね返ったのを確認して入ることによって、まあ20数ピップスいけたと思うし、上級者の方はここですよね、こことは言わないんですけど、これは私も無理ですけども、ヒゲで入ることになるんで、こっから上級者の方は入れたと思います。その入り先ってのはここですよね。このインセント要線が同じような形で5本続いてますよね。通常4本続けばもう大丈夫なんですけども、5本続いたんで、強い、まあ確信を持ってですね、確信とじゃないんですけど、予測を持ってこの辺りで上昇に転ずるだろうということで、まあ、まさにその通りになって N がここをね抜け切って完成したよってことになります。抜け切りましたよね。大きく取れましたよね。今回は45ピップスのやっぱりこう渾身の力を込めたやつです。で、現在はこれ見てください。もう、陰線が出始めてるんで、ものすごくいいところで、抜けましたよね。テイクプロフィットできましたよね。いやー、本当お疲れ様でした。今週も、今週ね、後半はかなりこの N のダブル波動に、力を込めました。細かい放送で、まあちょっとね面倒だったと思いますけども、まあ大体ね、この張り付きトレードしたらこれが常に起きるってことなんですよ。それはもう勝ちまくっちゃいますよね。だからね、まあ、私も今、限られた時間でやってますけども、ちょっと意識して連続してみるとこういう日々なんですよ。だからトレードすればするほど利益出そうでしょ。で、しかも私が使ってるのって W の異変が強いとか N 波動とかね、ダブルトップとか、この程度しか使ってないですから、当然皆さんにもできると思います。そんなにたくさん覚えなくていいです。最小限 N 波動とかね、 V とかね、それから W が右辺が強い、この辺、この3つぐらい知っておけば、まあ大体取れるんじゃないかと思いますけどね。じゃあ来週もよろしくお願いします。